お腹がへこまない原因、なかなか痩せられない原因、実はお尻にあるんです。今回のエクササイズができなければお腹がいつになってもへこまず、痩せやすい体を手に入れることができなくなります。必ず最後までご視聴ください。今回の動画を最後まで見ることで、お腹がへこんで痩せやすくなるお尻の筋肉があるかどうかのチェック、それを改善するエクササイズ2種目というのが分かってきます。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お尻の筋肉の大切さということで、お腹がへこみにくい、痩せにくい、その原因が実はお尻にあるんです。お尻というのは体の真ん中にあって、下半身のバランス、上半身のバランスを保つために大切な部分です。例えばお尻が出てしまうと、上半身は前に倒れて、それを保つために腰を反らしてしまう、このような姿勢になってしまいます。逆にお尻が前に出すぎて、前ももにいつも力が入って、体は後ろに倒れる、それを正すために猫背になる、そのようにお尻の位置だけで体のバランスが崩れてしまいます。体のバランスが崩れると骨盤が歪んでしまって、内臓が下がってお腹が出る、体のバランスが崩れ、使いすぎる筋肉、だらけてしまう筋肉とのバランスが崩れてきて、体全身の筋肉を使えなくなってしまって、気になる部位には脂肪がつく、気にならないところには脂肪が少ない、そういったバランスの悪い体になってしまいます。そこで今回はお尻の筋肉があるかどうかをチェックしていきます。その後にうつ伏せになった状態で、そこの弱い部分を鍛えることによって、お尻の筋肉がつき、体のバランスが良くなり、全身の筋肉を使える体ができて、お腹がへこむ姿勢というのが身についてきます。一緒に頑張っていきましょう。まずはお尻の筋肉のチェックです。まずはうつ伏せになって寝ます。肩の下に肘をつきます。次に足の裏を合わす感じでカエル足を作ります。この状態でお尻に力を入れて、お尻を上に持ち上げます。やってみます。こういう感じです。体は上に伸ばしておきます。これでお尻が力が入って、前のももが床から持ち上げれる、この場合お尻の力があっていい姿勢ができてます。この時に体が前に行ってしまうとダメです。前に行くと簡単に持ち上がります。体が前に行かないように保った状態で、腰から下が持ち上がるかどうかやってみてください。今から5回ほどチャレンジしてください。いきます。1、2、持ち上がってますでしょうか。3、全く動かないよって方は要注意です。はい、 OK です。今のお尻の筋肉チェックで、全く動かなかった人、またはお尻には力入ってる感じがするけど足が上がってる感じがしない、そういった方は今から行うヒップアダクション、ヒップエクステンション、この2種目でお尻を鍛えていきます。うつ伏せになった状態でできます。これを行うことでお尻の筋肉がちゃんとついて、姿勢、筋肉バランスが整います。それでは紹介します。スマートフォンは体の前に置いてください。これを見ながら体をまっすぐにします。手はスマートフォン持っててもいいです。この状態で上の足を持ち上げて、足を前に出します。ここでゆっくり10回持ち上げます。次に真横、次に後ろ、この3方向で足を動かして中殿筋を使っていきます。呼吸はリラックスで OK です。それでは足を前に出してゆっくり動かしていきましょう。掛け声に合わせて動かしてください。スマホを見ながらいきましょう。いきます。1、2、3、4、5、足の力はできるだけ抜く感じです。6、お尻をしっかり使ってください。1、8、9、10、真横です。いきます。1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、はい、今度後ろです。横が疲れてきてる感じがしていれば中殿筋です。いきます。1、2、3、4、体が反れないようにまっすぐです。5、6、7、8、9、10。 OK、 反対いきます。足を前に出していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。真横です。いきます。1、体はまっすぐ。2、3、4、5、6、7、8、9、10。後ろです。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。次は顔の前にスマホを置いてうつ伏せです。ヒップエクステンションです。足を肩幅に開いて太ももの裏とお尻を上に持ち上げる感じです。こういう感じです。左右いきましょう。10回です。いきます。1、2、遠くに引っ張る感じです。3、4、膝が曲がらないように。5、6、7、8、9、10。反対いきます。1、膝が曲がらないように。2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。お疲れ様でした。今の2種目を行っていれば、一番初めにチェックしたカエル足でお尻を持ち上げる、あれができてくるようになります。この動画を何度も見ながらやってみてください。説明欄にジャンプする時間を貼ってますので、そこからボタンを押してもらったらいつでもスタートすることができます。活用してください。で、このお尻の筋肉がバランスよく鍛えられてくると、姿勢が正されてお腹がへこんできます。そして体の縦のラインがバランス取れますから、バランスが取れることによって体の前と後ろ、うまく筋肉を使うことができてきます。いろんなエクササイズをしても効果的に筋トレができます。ぜひお尻の筋肉というのを意識して使ってみてください。エクササイズの経過については YouTube のコメント欄、 Twitter でハッシュタグタートルフィットネスとつけてもらって経過を教えてください。各種 SNS もリンクを説明欄に貼ってますので、チェックしてみてください。動画のシェア、フォローよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。